山インターへは飛騨清見インターで降りてる。珍しいやつがあるんだけど、危険物積載車両のみ白川郷方面出口ってなってますけど、そっちの方行く車がこの先、危険物搭載車が当然多分トンネルだと思いますけどね、ところがあるんでしょうね。昔の中央自動車道とかにもあったような気がしますけどね、今もあるかな。あそこの長いトンネルのところに確かそういうような芝居のところがあったかのような記憶がだけにしもあらずでございます。しもあらず。天気良くなったので、ね、でもだいぶ明るくはなってきましたね。雲がなかったらもうだいぶ本当に明るいでしょうね。また登るんだ。まだ穴入れない。高山37キロで、富山が68キロ。ただ、その砺波市はだいぶ富山の南の方なんで、南砺市か。南砺市は、かなり南の方なんで、三代子トンネル。すげえ旗飛んだ。短け短けしょば。で、次は、かろうか飛んだ。2750メートル。投げちょっと分けたれよ。違うか、分けたるとかないもんな。しかもめっちゃ谷の間にあってる。至極順当だな。登ってるね。いや、気圧来てるな。GPS 事故が調べました。あ、そうか。あまりにもこのトンネル深いところが来てるんで GPS 拾えなかったんだ。あ、でしょうね。すごいよく走ってますもんね。これで抜けるかな。あ、結構降ってそう。まあ、お、海抜1050メートル登ってるわ。いやー、海抜標高1キロ超えてんだ。あ、それ切るね。これは来るね。
気がしたまい。自宅からが23キロ。松戸峠でちょっと気がするか。これ天気予報ちょっとこの後のルートだけチェックしときましょう。ちょっと松の木峠で、ね、でも本当に自販機とかだけある感じの人だと思うんで、逆にちょっと休むのに、そうなんだ。それじゃ。およそ300メートル先、合流します。オッケー。いいよ。行った。